皆様ごきげんよう。今日はですね、レインボーブリッジを封鎖していこうかなと思ってます。はい、はいじゃなくて、はいじゃなくてさ、ちょっと映らんな。あ、映らん。ああ、一回見せて。じゃあ一回見ていいですか。一回見ていい。レインボー、一回見てくれよ。レインボーやん。レインボーではないやん。めおー、嘘ついたな今。レインボーブリッジやんのレインボーですから、別にレインボーに光っとるなんて言ってませんからね。早く戻って、同じ画角に戻せるかな。同じ画角に戻せます。ちょっと近いよ。なんか近くないです。ここです。はい、なぜここにいるかというとですね、入浴していこうかなと。入浴、入浴が大好きっていうのはね、結構散々言ってると思うんですけど、まあ、入浴剤オタクみたいなのがあって、まあ、いろんな入浴剤ずっと使い続けてて、毎日絶対入浴を欠かさずしてるんですよ。ほう。でまあ、今回ね、皆さんに紹介したい入浴剤が出てきたので、そちらの、まあ、アンケス、簡単に言ってしまったら、ね、はい、HLB、ヘルシーライフビューティーということで、おー、まあこれね、すごいんですよ。疲労回復はもちろんなんですけど、はい、一番強い部分、美肌になるっていう。それを入れて入るだけで美肌になるの？美肌になっていくんですよ。あの皮膚科の先生が監修してまして、あとはまあ代謝も良くなっていったり、その唐辛子かじったエキスとか入ったり。まあ、入浴日本人好きな方多いと思うんで、はい、いいかなというか。でサウナ効果とかもあるんですよね。その暖かくなるんだね。暖かくなるということで、まあ、その辺をね、まあ、実際に体感すべく、はい、今日入浴していこうかなと思うんですけど、いいですね。まあ、俺一人でも入浴しても、うん、まあ、別にそんなに再生回らんかなと思ったんで、弟と20年ぶりに入浴しながら語ってみた。シュワちゃん、シュワ、シュワちゃんで、シュワちゃん、シュワちゃん来る。シュワちゃんってなんだっけ。アーノルド・シュワルツェネッガー。シュワルツェネッガー。もう一回聞いていいですか。アーノルド・シュワル、うん、ツェネッガーさん。もしかして全然入っ、なんかイランも入ってない。いやいや、ということで参加しました。お、シュワちゃんです。久々のシュワちゃん、はい、まあ一応久々のコラボになるかな。そうだね、おどおどですね、はい、呼んでもらえなかったんだよ最近、なぜか。いや、そんな話になったっけ。呼んでほしいなんて話になったっけ。いや、いつでも呼んでほしいんだよ俺は。ああ、そうなんだ。そう、まあ、警戒しながら来ましたけどね、今日。ああ、乗せることはマジでないっすね。ないんだ。多分ただ、ね、ただそのなんか2人で入浴してまあ、語るって言っても別に会話弾まんかなと思って。ほいほい。だからメンバー一人一人になんかお題を持ってきてねと言ってる。お題、だから2人に対しての、そうそうそう、質問みたいな会話のお題。なるほど。ほんとね、弟と飯とかもプライベートで一回も行ったことないよね、多分。昔あったっけ。あるんかい。2人ではない。なんかどっか その練習に向かう途中のパーキングで飯食う。はい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 、はい、そういうレベルなんで、うん、本当になんかね、普通の兄弟、世の中の兄弟でどういう関係性なのかわかんないですけど、多分格闘技やってなかったら本当会うことないんじゃないかぐらいのレベルなんです。もう現に妹と会ってないしね、うん、ああ確かにね。妹と会ってる。まあ地元帰った時は、うん、俺地元帰った時も妹に会ってないですからね。見たことないわ。そういう感じでね、だから格闘技でつながってるみたいなとこあって、うん、意外にその交流がないんで、これはめちゃめちゃ貴重かなと思います。貴重だわ。まあ、じゃあ早速入浴していきますか。外なんですよそれが。外寒くないよ。寒いっすよ。寒っ。さっきその兄貴の家のジムで、うん、めちゃめちゃ追い込まれてきたんですよ。トレーニング、トレーニング。はいはいはい。フラフラなんですよね、完全で。え、どうですか。おお、エロくない。エロいな。これ丸見え、丸見えですね。丸見えだね。これね、バスタブレット、だいたい4つぐらい、4畳っていうか、はいはい、4畳を入れて、うん、まあ、回すと、こんな作りになってるんですよ。なるほど。で、炭酸なんで、一回見てもらっていい？うん。炭酸？そうそうそう、炭酸が泡がブクブク出てきました。ほんと？で、まあ、これちょっと量が多いんでね、6個ぐらい入れておきます。あ、水の量がね。貝がめっちゃ警戒してんだよな、何かを。いや、警戒してます、常に。ジュートゥンさんっていうなんか入浴剤の中では保湿効果とかも込みで美肌効果がある。保湿、保湿効果もあるんですよね、ジュートゥンさん。すごいこだわったこの入浴剤なんですけど、すごいな。すごいですよ、マジでめっちゃ汗てるし。それ今から見れるんだね。見れますね。乳白色でね。そう、乳白色、色がだいぶ変わってきました。なんていうか濁流というかさ、うん、色がみたいな感じか。透明よりいいよね。透明よりはいいね、絶対。透明のやつとかもあるじゃん。美容皮膚科の先生がね、一緒に監修してるということで、間違いないじゃん。じゃあ、すごいね。脱いでもらおうか、二人に。お、じゃあ、開いてきますか。そうっすね、あっちで着替えて。嫌そうなんだよ、なんか。いや、
警戒してる、疑ってるね。最後に来ると一緒に風呂入ってる。小学校1年生とかそういうレベル。まあそんなんだよね普通。それまでは20年以上。そうですね。結構一緒に入ってた。一緒に入ってたっていう記憶はあんまなかったっすけどね。でもまあ多分小学生の低学年の時は多分入ってたと思います普通に。なんか貝老けた。来ました。疲れたね。疲れてる時は本当に。すげえ疲れてる。だから、ね、そう。バーマックスね。カキ当たって闇上がりで、で追い込まれて酸欠状態です。マジか。最悪です、ね。やばいな。じゃあこれで疲れ取ってくださいよ。最高ですから。何もないんで今日は。はい。じゃあ着替えてください。着替えてください。歯がめちゃめちゃ綺麗だな会長。あ、今日は。たくまくんも入ります、同行してます。たくまくんも入るんですか。僕は入んないですよ。入っていいですか、後から。いいです、いいです。寒い、美肌になってっていい。おほほほ、熱い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 ですよ。まだ全然熱いです。熱いやん、見たことあるぜ。熱いやん、これ。え、これ水は。お、来た来た来た。熱いし、寒いし、全然熱い。おお。熱い熱い熱い。2人ともいい体してますね。いい体してますね。仕上がってないんですよね。そんなのやってほしいの。足が熱くて上半身が寒い。寒い。5回も入るかな。おお、一緒に20年ぶり。おお、あったかい。よし、こんぐらいだったらいける。熱くないこれ。あ、熱い。熱すぎないですか。ちょっと水入れとくか。温度が。あ、熱い熱い熱い。うぅ、気持ちいい。気持ちいい。めちゃめちゃ気持ちいい。ああ、これはありがたい。これは気持ちいいわ。わ、めちゃめちゃ気持ちいいっすよ、これ。めっちゃいい。三名どうすか。めっちゃいい価格。価格いい。ああ、今日はあれっすね、これ。この動画200万再生いくな。三名どうする？サムネ撮っとくか。仲良しにしよう、もっと。肩組んでさんじゃ。肩組むのおかしくね？いいよいいよ。いろいろこんな。いいよ。風呂で肩組むのは。いいよいいよ、肩組もうよ。こんな感じ。冷めて冷めて冷めて。今日ぐらい肩組んだっていいよ。こういう感じでさ、お互いが手広げてこんなんの。マジ悪いな、面白い。ちょっと気持ち悪い。どう？あ、これ頭にタオルで、ここに日本酒欲しかったな。あー、確かに。まだ間に合いますよ。もう遅い。どうせちゃう。いいかな？ OK。OK。いやー、気持ちいいわ。最高だね、これ。ちょっとずつあったかいのがしとこ。あ、でも慣れてきたな、この温度。うん。気持ちいいっすね、これ。いやー、このなんかやっぱ濁流っていいっすね。ね。でこれで美肌になっていくっていうのがいいよね。俺も入浴剤好きなんよね。めっちゃ入浴剤、日本人はみんな好きでしょ。みんな好きだね。入浴剤好きって言ってたらなんかファンの人がめっちゃ送ってくれるんですよ。入浴剤はめちゃめちゃ嬉しいですよ。これじゃあ俺も欲しいな。くれるのかな。いや、多分送ってもらえると思うよ。本当？いやー、気持ちいいわマジで。気持ちよさそう、マジで。外で入ることあんまないですよね。ないでしょう。もうね、ぜひ皆さんにね、こちらの入浴剤体感してもらいたいです。ちょっと待って、あとがもう胸のさ、とこが手じゃん。ほんとだ。あともう温まってるんよ。ほんとだ。うん、どうですか。ぜひあのこちらの商品ね、概要欄から ご購入いただきたいなと思います。美肌になるんですか。顔とかちょっと美肌になってくっていうのがでかいよな。マジでなんか一番最後に入浴したらいつかな。あそこでしょ、あの覚えてんの。あそこか。一軒家に引っ越したじゃん。そこの時は小6で引っ越したんだっけ、俺ら。俺が小6で小5の時に引っ越ししたじゃん。そうね。そこの時は一瞬入った気がするな、一回ぐらい。え、入ってないと思うな。いや、俺一回入った記憶あるよ。あそこの家で。うん、入ったことある、入ったことある。あそこで入ったってことは、多分あそこが最後だから、12歳が最後か。ってことは、え、そうなんだ。ないでしょ、俺多分ないと思う。あ、ないか。一緒には入ってないと思う。多分なんか一緒には入ってないかも。ギリギリでなんか入れ違いだった。入れ違いとかだと思う。早くしてくれみたいな。そう、多分20年ぶりぐらいっすね、多分。小1とかだと思う。小1小2ぐらい。ああ、そんぐらいだよ。景色も良くてね。うん、入りたくなってきちゃった、こっちも。いや、マジで気持ちいいよ。外っていうのもあるし、多分、うん、夜とか最高だと思う。確かに。ここで男女の混浴とか行われてるんだろうな。ここはちょっと丸見えだから水着が必要ですね。そうですね、さすがに。これでも裸で入るもんなんですかね、本当は。いや、ここはどうなんだろうね。絶対無理ですよね。質問してきます。うん、テーマ。テーマって何ですか。じゃあ、お互いに一番ムカついたこと、今まで。あー、
ついたこと1個、一番ムカついた記憶にある。ムカついたっていうのはなんか長らくないけど、俺の場合は突き落とされたんよ一回。小学校ぐらいの時に階段の一番上から。あれそれはまさかあの伝説のエピソード。そうそう、俺が遊戯カードかなんかを冗談半分でちょっと取ったら、そのカードが結構大事だったのがよくわからんけど、突き落とされて一番上から。で死ぬなと思ったんですよ。あれっすね、ムカついたっていうか恐怖を覚えた。こいつサイコパスの人なんだ。そっち系、そっち系。確かにそれはやってしまったって感じ。その時のタイちゃんの気持ちどうも。やってしまったって感じ。なんか人殺したみたいな。いや、なんか結構やばいな。心配半分、なんか反撃に怖いな、反撃。ああ、なるほど。そう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 。いや、驚きで反撃できんかったよね、初めて。階段で2回転ぐらいして落ちてたんで、あ、マジでやばいと思って。原因はよくできる。まあ、俺なんだけど、そこまでするっていう、なんか、確かに。その過剰防衛感はすごかったよね。あ、こいつこれでここまでする男なんだっていうのを思ったので、カード取っただけで。確かに。まあでもね、あれっすよ、ちっちゃい頃の兄弟喧嘩ってもう食べ物一つの恨みでも結構でかかったから、まあその時のカードって結構の部分だったのかもしれない。ちなみにそのカードは何だったの？覚えてない。なんて覚えてないです。あ、でも遊戯王の次に流行ったよね、これ。なんだっけ、デュエマ。デュエマだ。デュエマのなんか、デュエマなんか、俺は高校生ぐらいの時にめっちゃ好きな女の子がいて、なんかその子となんかデートする約束が次の日にあったんだけど、デートする前日になんかこのコーディネートで行こうみたいな服を決めてたんですよ。あ、このパンツにこの服合わせてこれで行こうって気合い入れて行こうと思ってたら、なんかその次の日アンジーがなんか俺のクローゼットからその服を着て勝手に出てったんですよ。でその俺下にそのリビングにいて、それ気づかずに、でさあ行こうかなと思ったらなかったんですよ、その服が。あ、最高のコーディネートがね。そう、最高のコーディネートが準備した。でふざけんなと思って、その時はマジでもう本当に殺すって思った。一番殺すって。でその女のことはどうだったの？その女のことは確か1分に多分付き合ったと思う。じゃあよかったよ、結果そこでね、俺が来たことによって。いや、それは関係ない。ちなみにミクルは知ってたの、そのくだり？知らん。いやでも言ってたの、確か電話で、なんか俺の服知らんみたいな、あ、着とるよみたいな。マジでふざけんなって切った。その時はマジで、多分その日のデートは多分俺イライラしてた。まあ中学高校の時の服ってもう本当勝負服大事ですからね。大事だよ。もう投げなしの金で買ってるわけだから。気合い入れたわけですよ、本当に。楽しみでしたね。それを気楽に多分俺が着てたんですよ。よくなんか俺の服が勝手に着てて、多かったっすね。まあ俺あんまね、なんていうかな、あんまファッションに興味なかったから当時。で、ファッションにめちゃめちゃ興味あったから、まあ、弟が選んだやつはまあ世間でいうかっこいいなんかなと思って。だからもう借りてきゃいいやって思って。どんどん借りてやってましたね。ちょっとジャイアンだった。ジャイアンですよ、基本。人のものは俺のもの。ジャイアンっていうか、まあ、そういう感じじゃないよ。そういう感じじゃない。そういうイメージじゃなくて、もうシンプルに借りてこうみたいな、そんな感じです。それがジャイアンです。借りてくなよって無理やり奪っていくわけじゃなくて、だからそのもしかしたら明日着るかもしれないなみたいな、そういう考えはない。ああ、それはないです。だからいいのあるじゃん、着てこうみたいな、そういう何も考えてない感じです。佐々木くん、じゃあお互いが思う長所と短所、お互いの。サイ君、サイ君、はい、もっと考えてこれなかった。お互いの好きなところでもいいですよ、はいはい、いいところ。まあまあ確かに照れくさいけどね。でもよく、ね、言ってるっすよ、こういうのも。もっとなかった、佐々木君。サイ君もっと考えてほしいな。それ宿題だったんでしょ。佐々木君企画力一番ないからな、メンバーの中で。すぐ調べ始めるからね。YouTube のなんか他の企画を。これいいっすね。じゃあ俺いい。あ、どうぞ。お互いに見たい対戦カード。ああ、対戦カード。対戦カードか。ミクルが誰とやるかって、で、海が誰がやってやるってこと。海外勢あり。はいはいはい。そうだな。でも俺はあの井上直樹とやってもらいたいけど。ああ。一旦ね。こういう声多いよね。井上直樹戦を一旦やってほしいなっていうのは。そうですね。まあでも日本人でやるならそこっすよ。うん。か大木久保選手になってくるよね。やりたいけどね、大木久保選手とも。まあまた違った展開になるだろうね、もう一回やったらね。やりたいね。やりたいけど、なんかその、ま
周りは見たいかっていうとどうなのかなっていうのもあるんですよ。めっちゃ見たい。見たいですか。あ、そうですか。じゃあやりたいです。井上直樹戦の方が見たいと思うよ。で、勝った勝者がもう一回っていう、そのパターン。まあでも井上選手が勝ったら大木久保選手はやらなくていいでしょって思いそう、みんな。だって結構1回戦目で勝ってるじゃん。でも決勝に関してはまあいろいろあったと思うから、朝倉海が勝った場合はまた大木久保選手を見たいよってなりそうな気がするけど、多分井上戦の方が見たいんじゃない、みんな。大木久保選手の再戦より。そうだね、そっちの方が多いと思う。気がするな、確かに。新鮮だからね。そうだね。高校も一緒なんだっけ。そうなんですよ。え、高校も一緒なの。高校の後輩だったんですよ。僕でも結構割と最近知って、しかも高校の同じ科まで一緒。え、被ってた。被ってはないです。電気科だったんですけど。じゃあ要するにあれってこと、吉田君の後輩ってこと。まあそういうことでもある。吉田君も一緒の高校だから。そっか。そうよ、そうよ。でもあれ卒業し1年ぐらい行きました。ちょっと早めに卒業しました。みんなよりちょっと早めに卒業したけど、帰って被ってないね。高校なんか行ってみたくないですか。結構当時荒れてましたね、一番。結構ってました。ああ、そうだね。ちょっと吉田君完全に短乱だったもん。そんなことないけど、吉田君ボタン3つぐらいじゃないですか。2個で、ボタン2個でこの辺までしかなかったし、あと電車で横たわってたよね、人の椅子を奪った。最低だな、それは。ありましたっけ、そんな。そんなことありました。口癖暇しかない。それはあったかもしれない。じゃあ僕からいいですか。まだ書いてあるの。ああ、そうかそうか。俺の対戦してほしいからね。なんだろうな、でもクレベル選手とやってほしいですね、もう一回。あの試合はなんかもう本当に俺も悔しかったんですよ、目の前で失神した姿がちょっとね、苦しかったですね。確かに、まあ、そこはでもみんな思ってるところやね、多分ファンの人は。まあ、でもそこはやりますよ、だから俺もそこを目指してますからね。そこはね、ちょっと今年中とか。そうだね、もしかしたら。もちろん今年中にやりたいなと思ってますけどね。来週試合ですね、クレベル選手。ああ、そうですね。そこ見たいですね。じゃあ僕からいいですか。はいはい、若いに質問というか、兄貴がミクルじゃなかったら多分格闘技の道に行ってないと思うんだけど、その誘ってくれたことに関して今となってどう思ってるか。おー、どうなのかね。でもやってなかったのかな。いや、でもやってないと思うよ。俺本当にやってないと思うんですね。確かに、本当にやってなかったから、なんか人生を変えてもらったなって思ってるんですよ、本当に。下手したらでも死んでたかもしれないんで、まあね、まあ、それが本当に結果的に良かったんですけど、本気で更新してるじゃないですか。だから、なんかもし俺が当たってたら死んでたよなとか思いながら、なんか本当に良かったのか分かんないですけど、それがきっかけで格闘技を始めましたし、あの路上のスパーリングの話。そうあー、なるほどね。路上のスパーリングの話ね。でもなんか、俺はなんか本当に夢がなかったんですよ、ずっと。なんか将来何になりたいとかもなかったし、なんか人生そんなに楽しんでなかったんで、なんかそこで初めて格闘技を知って、なんか出会って、なんか自分の中で夢ができてみたいな。だから人生が豊かになったというか、初めてやりたいことに出会えて、それのきっかけをくれたのが兄貴だったんで、めちゃめちゃ嬉しいっていうか感謝してます。それを聞いてどうですか、兄貴は。いや、あとあれっすよね、結構さ、なんか格闘技この年から始めるの遅いですかみたいなメッセージ結構来るけど、18から始めたもんね、高校3年ぐらいから。あ、そっか、ほぼ19みたいな。19ぐらいから始めたから。あ、そっか。結局慣れる可能性はあるけど、ポテンシャルさえあれば。そう、みんながみんなとはどうしても言えんけどね、やっぱりこのライジンの舞台とかに立つまでに一緒にこう目指してた仲間がこう落ちていくところは見てきたから、本当にライジンに立つ選手、大晦日地上波で放送される選手って本当に狭きもんですからね。だからもうみんながみんなこのいけるよとは言えないけど、でも可能性はあるってことですよね。まあでもその小学校の頃にやってた空手とか相撲も、まあ、ちょっと生きてたよ、まあ、生きてるとは思うけどね。まあ、確かに小学校に本当ちょっとだけやってたんで、空手と相撲で、それはなんか体が覚えてたっていうのはあると思うんですよ。小さい頃にやったことってなんか大きくなってなんか覚えてるんですよね、体が。それはあったからすぐ吸収が早かったっていうのはあると思いますね。当時は黄色ぐらいだったんだっけ、帯でいうと。小学校の時とか。あ、なんか分かんないですね。でも本当に小学校1年生から3年生とかそのぐらいまでしかやってないです。あ、じゃあもう白ぐらい。いや、白ではなかったっすけど。何級かは取ったんだね。そうですね。さっき人生変えてくれたみたいに言って、うんうん、兄貴的にはどうですか。
どうすか、誘って、別にどうもないけど誘ってどうだったの、よかったんじゃないって思う、俺的にも良かったしね、やっぱ切磋琢磨できたから。あ、確かにそれはあるだろうね、なんか階級は違えど、成績で負けられないなみたいなのでお互い多分来たのがあったから、その辺もまあ良かったし、まあ、さっきも言った通り多分格闘技で繋がってなかったら交流ないと思うんですよね、あんまり別に家族と絡むタイプじゃないから、でもそこはなんか兄弟的にも良かったかなっていうのがありますね、家族的にはいいよ、まあ、家族としても良かった、なんか同じ階級だったらどっちが強いと思う、まあ、その階級によると思うな、例えば、まあ、俺がフェザーじゃん今63とかまで落とせんし俺中間を取っても、で海がフェザーになる、海がフェザーになったら俺の方が強いよ正直、バンタムだったら多分もうガリガリだから、俺多分リング登っただけで息切れすると思うよ落とせても筋肉も落とせんとかよ、でもなんか榊原さんとかも言ってたな、なんかその兄弟での試合をガチで見たいみたいな、フェザーでは勝てんでしょうね、どっち応援してるか分からんな、確かに、いや見たくないな、それは見たくない、なんかどっちかが引退する時とかだったらなんかエキシビジョンみたいな、エキシビジョンとか、まあ、でも別に試合することはできますよ全然、多分試合ができるけどなんかメリットなくないと思う、誰が喜ぶのって思うんだよ、確かにその身内とかは絶対喜ばんだろうし、でじゃあ逆に実現可能なんだったらじゃあいくらでやるって話になってくるじゃん、俺だったら50億ぐらいでやるかなって思うじゃん、そしたらさ別に稼げばいいからそんぐらい、そしたらさ別に絶対用意できんから、だから実現は不可能ですね、金額で動かないからもう、となると他にやるなんか目的がないというか、そのどっちかが負けちゃうからね、なんかもったいないけど、シンプルに別に傷つけ合う必要がない相手ってことだね、兄弟しかわからない、うん、お互いの、まあ、昔から何でもいいですけど変な癖、癖ああ昔からこれやってたな、俺あるよ、緊張するとね唇ペロペロなめる、かわいいペロペロなめる、なんかインタビューとか見てもらえばわかるんですけど、ちょっと緊張してるときは、こうやってあ、まあ、勝手かも、なんかやってるかもしれない、やってるかもしれない、こういう感じになってる、毎回でも別にインタビューおーよいしょよこれ自動なんだ、インタビューとかで緊張することないけど全然、いやでもね緊張してるときっていうか、まあ心理的に言うと何なんだろうな、多分無理してるときなのかな、なんかちょっと相手にわざとなんか喧嘩を売るみたいなセリフとか思ってないことを無理して言ってるときにいや正直全然強いと思ってないですけどねみたいな感じで結構やってるんですよ、アウトサイダー時代から結構やってるんだよ、皆さん見てくださいバレてるじゃねえ、あとねその時はあれだからあとあの写真撮影とかの時に、自分でかっこいいとしてる顔が眩しい顔ない、あ、分かる分かる、なんかなんかちょっとそれは眩しくしてこうやってやってるんですよ、眩しくそれぐらいが癖かなっていう、目を細めちゃうんだよ、多分無意識ですね多分それは、なんか別に思ってないしな、それが癖なんですよ、そうなんですよそれ癖ですからね、はい、会長、なんだろうないっぱいあるよ、ありますよ、みんな知らないやつ、みんな知らないやつでしょ、まあ知ってでもいいけど、なんだろうな、みんなが知らないことを知らないんじゃない、だってそんな付き合いないからね、メンバーの方が関わり多いから、ね、確かに、そんなに普段のプライベートのあれとか見てないし、わかんないです、ね、小さい頃とかね、ありそうだけどね、ありそう、小さい頃はなんか俺の方がなんかそのビビったりとかしなかったっすね、ああ度胸があった、度胸はあったと思います、あ確かに、意外となんかそんなに、例えば高いところから飛び降りたりとか、なんかそういうのは俺の方が果敢にビビらない、まあ、高所恐怖症なんだよ、先やってって一回やらせるでしょ、やらせる、モルモット的な慎重な性格だったよね、確かに、実験、実験台みたいな、俺が試される、俺試される側だから僕何も怖くないですよ、なるほどね、一番怪我してるんですよ、そう怪我しまくるっていう、癖はでもあんま分かんないですね、まあ分かんないか、ちょっと探してみよう、まあミクル何個も知ってたから意外と気にかけてるんじゃない、気にかけてるっていうか、まあその本当に格闘技のインタビューの時に現れる癖しか知らんけど、それ以外はちょっとわかんないですね、でもなんか俺ってモノマネされること少ないじゃないですか、確かに、だから多分癖が ないんじゃないですか、あんまり特徴をつかみづらい、言われてみれば確かにやってるなっていうぐらい、そうそう、なんかてか湯加減はどうですか、ちょうどいい、ちょうどいいんだ、マジでちょうどいい、めっちゃあったかくて、で
上がめっちゃ寒いからちょうどいい、ちょうどいいっす。なんか温度はちょうどいいんだけど保湿されてる感もすごい、このお湯の中がなんか冷え込いたみたいなんですけど、お湯の中がなんか一定の温度を保ってる感じがする。このじゃあもう一個いいですか、僕。いいっすよいいっすよ、カイ君に。おぉコントみたいになってますねちょうどいい位置に、カイ狙ってるでしょ、ちょうどいい位置にあるんですよ。なるほどなるほど、ここに頭乗せたくなるんですよ。カエにさ、突っ込んで質問したいなと思って、突っ込む、はい、まあやっぱお兄ちゃんも大好きだしそれは分かるんだけど、いつまでお兄ちゃんの真似をしてやっていきたいかなって気になりましたね。あその真似すんなみたいな、結構じゃあすんなんじゃないんだけど、結構真似するじゃん、なんかついていくみたいな、お兄ちゃんがやったらこれやるみたいな。なんか違うんですよね、これ一つ言わせてもらうとなんか例えば兄貴がやってなかったとしてもやってるんですよ。ほう、なるほど。ただ早いんですよ、全部この人が異常に。あ、なるほどね、うん、だから俺もなんかその自分の中で計画があって、うん、例えばアパレル始めようとかもその出す前から計画してたし、だからそういうなんかいろいろ やろうと思ってるけどなんかとにかく早いんですよ行動がね。まあ、やってて成功してるからやろうっていうのもあるけど、うん、全部が全部真似してるわけじゃないですか。ああ、なるほど。一応、そう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 。自分の意思ですから、全部、すべて。一応、その、事業計画とかそういうのは結構、前々からあったりしてるんですよ、ね。そうそうそう。そうなんですよ。そうなんですよ。だけど、やっぱ表に出てることで、判断されちゃうから、ね。どう見てみて。外国人の顔の表情。まあ、でも、真似することは別に悪いことじゃないと思う。まあね、そう、まあね。いいとこは、全然いいと思う。なんか人のいいとこはやっぱ吸収したいし、はいはい、なんか悪いとこは自分やらないようにしようみたいな、うん、そういう考えなんで、うん、じゃあ次は朝倉会チャンネル、あれが喧嘩自慢か。喧嘩自慢はだから僕の中で言う悪いとこだからやらないです。なるほどなるほど。じゃあ別に真似してはないってことですか。あ、そういうことですね。答えとしてはなんか真似してるところもある あるけど、なんか全部が全部真似してるだけじゃなくて、うん、かぶってるったりね。そうだからとにかく早いから俺が後出しになっちゃうみたいな感じ。なるほど。そうで、あと、なんか結構思考が似てるところあるんですよ、どうしても。そうなんだね。そう。だから、なんで聞いたんすか、じゃあ。いや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 、やっぱ、どこまでなんかついていくのかなって気になったから、シンプルに。ついていくっていう感覚ではないですけど。あ、そういう感覚じゃないんだ。そうですね。なんか、いいところは真似しようとか、そういう感じです。吸収しようとか。ああ、なるほど、なるほど。特に兄弟なんか目立っちゃいますよね。なんかそういう風に見られがち。そうだから両方なんか結構見る人が多いから多分そう見られる。それで兄弟じゃなかったら、兄弟じゃなかったら気づかれてないから。うん、いいところの真似して。兄弟だから真似しやすいっていうのもありますよ。 あと先に打っちゃえばさ、例えば今後回が変わるだろうね、うん、例えば。あ、そうですね。でもそしたらミクルがやらんのか回がやったでやめようとか。そうだ、進んでてんの。あ、そうなんだ。それはあるかもしれない。やろうとしとった企画も、あ、回やってるからやめるかって何回かあったもん。確かに。だから思考もやっぱ似てんだ、うん、そういった意味でも。でも本当に、なんかその、俺がやろうと思って出そうと思った企画を先に出されちゃって、うん、やめたことも結構ありますよ。そっちもあるんだ、うん、だからなんか考えもちょっと似てるんですよ、本当に。とにかく言いたげですけど俺考え似てないと思うけど。結構違うと思うけど。じゃあなんかそのさ、発想とかで似てるとこもあるのか。お兄ちゃん的にはどう思う、なんか真似されてるなというか。別に何とも思うんだ。あ、そうなんだ。え、真似されるの嫌なんですか。全然全然重い。そうだ、なんか可愛いなって確かに、シンプルに。でもまあなんか今俺がモルモットになってるってことでしょ。俺がやって成功したのを見て、目先のこう行動とかはなんかちっちゃい時のやつは自分がすぐバンバンいけるけど、授業とかになると結構奥手なんですよね。なるほどね。まあ慎重ではある。慎重になるよね。だからそこが真逆なんよね、多分、うん、授業とかに関してはもうバンバンやっちゃうから、うん、何でも思ったら。だけど自分がなんか痛い思いしそうなものはやらないっていう、うん、その辺は会話逆に得意で今までやってきたりとかしてきたよって。でも戦いに出てるよね、俺カウンター待ちでさ。あ、カウンター上手くてさ、で自分からバンバン入って、うん、俺顔はあんまもらわんけど、結構顔はもらうけど、なんか力ずくでいくみたいな、うん、その辺のファイトスタイルは違うね。もらいながら行くみたいなとこあるじゃん。昔はミクロもそんな感じだったけどね。だからカイみたいなさ、ファイトスタイルがね、うん、まあね、だいぶ変わってったよね、うん、なんかあります。最後いいですか。はい。もし生まれ変わってもお互い兄弟でいて、同じ人間になったとして、恥ずかしいっす。恥ずかしい。出ました。兄弟としてまた生まれていきたいか。
同じ。難しいですよね、それ。もし生まれ変わったりとかないですもん。いや、でももし。タクマはどうなの、妹と。いや、同じ妹がいい。ああ、いいっすね。どっちでもいいって感じあるけど、正直。でもまあ、同じでもいいんじゃないかなと思うんで。会話。シンプルに。まあ、そうですね。いろいろ思うかしら。これ恥ずかしいよな、普通に。今日まで思い返して。難しい質問だよ、これ。想像がまずできんし。もうじゃあ、いや、もう一個言っていいんじゃん。うん。2人に行きます。うん。やっぱりプロ格闘家だし、うん、まあ、その今後の展望というか、ゴールみたいなのがあれば。人生のゴール？目標、あの格闘家としての。格闘家としてのゴール？マジで俺は最近本気で思ってるのは、本当 UFC の舞台に一度だけ立ちたい、人生で。おお。人生で一度だけでもいいから立ちたいっていうのは。かっこいいっすね。でもなんか、ここで UFC のチャンピオンになりたいとかさ、うん、現実味のないことは言えんじゃん。でもその先になんかあるかもしれんし、まあ、俺もアウトサイダー出たいって言ってそれも結構バカにされてたし、うん、出れるわけないでしょっていうヤンキーの、ヤンキーからさ。でライジン出たいって言った時は他のプロ格闘家とかからバカにされてたし、うん、でも UFC に出たいっていうのはまあ今はバカにされるかもしれんけど普通に思う。なるほど、うん、で出ちゃったらその環境下において勝ち上がってっちゃうんじゃないかなと思うよ、ね、今までのその過去を見ると環境が変われば俺たちもそれなりに変わっちゃうから取り組み方が、うん、なんか対戦いいですか、うん、あじゃあ海外に行くのか行かないのかみたいなのあるんですけど、それはなんか予定とかあるんですか。なんか海外行くとか行ってたじゃん、うん、今年は行ってみようかなって思って短期的に一回試しに行ってみるとか。そうそうそう、試しにね、移住するとかはまだ分かんないけどとりあえず行ってみようかな。俺はもう多分 2,3 年のうちに移住しますね、絶対に。それはもう決めてますね、人生設計の中で。だから俺も多分短期的にこういろんなとこどこに住むのがいいかなとか気温とかさ、その環境とか含めて多分何回か旅行とか行くことになるんじゃないかなと思いますけどね。さっき聞けてなかったね、海の方のテーマというかゴール。さっきが遮りましたけどね。カットイン。もう思いついたからね。僕もでもね、やっぱ日本を背負って海外でっていうのがやっぱやりたいことですよね。日本人代表として海外の強い選手をどんどん倒していきたい。っていうのは何、例えばベラトル対抗戦とかをやっていきたいってこと。まあそうですね。ベラトルとか UFC に。チャレンジしたいです、ね、ああ、うん、UFC にチャレンジ。そうで、もう行けるとこまで行きたいなっていう。おお、うん、楽しみっすね。ベラトル対抗戦俺は一回経験あるじゃん、うん、マジで盛り上がったもんな、ね、自分の気持ちも盛り上がったしさ、負けられんなっていう超満員でね。俺負けたらなんか一勝4敗になっちゃうじゃん、うん、絶対負けられんなっていう。でその時の観戦も気持ちよかったし、なんか観客と一体になれたというか、うん、それは結構気持ちいいな。そんなとこっすかね。まあそうっすね、久々の。まあこんなことするやついないっすよ。29、28、もう30よ俺、うん、30のおっさんになってさ、兄弟と風呂入るって、うん、でもなんかさ、うん、旅行とかで、あ、旅行とかであるのかな、普通じゃない。まあそっかね、なんかそんな違和感ないけど、ね、確かに、うん、旅行のなんか普通に露天風呂だったらね、うん、このジャグジーの狭い空間で2人で入るとなかなかないんじゃん。まあ確かにそれはない。海外の人だと普通にそうだけどね。うん、よかったんじゃないですか。めちゃめちゃね、いい話も聞けたし。そうっすね。まああとはね、俺たちの本当の隠し玉の妹が YouTube デビューしてくれたらね、とんでもないコンテンツになるんですけど。確かに。本当兄弟チャンネルとか出したら多分とんでもない。なんか家買いたいって相談来たんですよ。はい。え、たかられた。なんかその今アパート住んでるんだけど、うんうん、あの家建てたいんだよねみたいな、うん、で、うん、なんかお金ないんだよねって言われて、うん、え、それミックに聞いたのみたいな話になって、うん、で、いや俺にしか言ってないみたいな、うん、お金持ってる方に聞いてよみたいな感じで、多分そのうち連絡来ると思う。いや来ないですよ、ずっと。いや、多分言いづらいんでしょ。結構最近だって、本当に2週間前ぐらい。いや来てない来てない。家建てたいから、じゃあ YouTube 出てよみたいな感じで交渉するのがいいかもしれない。あー、なるほど。あー、いやマジで妹がその YouTube 出てくれるんだったら俺先払いで家を一軒プレゼントしますよ。そんだけ余裕で稼ぐ能力持ってるからね、妹は、うん、見てますか、妹ちゃん。なんか母親も家建てたいとか。いや、あの人はもういいよ。あの人はフラッシュの記者が突出してくるからね。あっちも結構進んでますからね。もうすぐ多分裁判とかなんで。あれはでも価値悪いね。価値悪いね。
まあ、妹がもしやるんだったら、まあ、兄弟3人のチャンネル作ってもいいかも。ああ、うん、相当伸びそうだね。すごいと思うよ、うん、100万人いっちゃうと思うよ。すぐいっちゃいそうだね。それは TikTok とかね、バズらせちゃうんだね多分、うん、そうだね、うん、それは多分めっちゃバズると思う。でも難しいんだよね、こっちに出てくることは無理じゃん。でもさ、ワンチャンさ、海外移住するときになんか妹もなんか結構めちゃめちゃでかい豪邸建てて、その家族も呼んじゃうっていうのあるかも。なんかもう10億ぐらいの豪邸建てて、なるほど、もう部屋の数何十個とかでさ、うん、でプール付きの豪邸建てて、そこに家族ごと呼んじゃって、まあ、やるっていうのはあるかも。それはすごいいいね、うん、嬉しいと思うしね、うん、家族も。でもなんかそんなにね、いい暮らしは求めてないんですよ、多分その母親とか妹は。まあ、なんか家だけ欲しいみたいな。そう、なんかその庶民十分いいだろ、家で地元の家ってことだよね、地元でまったり。そうそうそうなんですよ、なんか普通の生活を望んでるんだよね、うん、まあね、多分それはあるだろうね、うん、あの派手な生活はあんまり望んでない、うん、てかもう寒くないの大丈夫？いや、ちょうどいいですよ。え、まだ母親、この間なんか、うん、ゴルフクラブが欲しいんだけどとか言ってなんか、Amazon のページ送られてきた普通にで、なんか開いたら20何万するんですよ、なんかセットで。ああ、セットね、うん、いや、俺、前地元帰った時に駅まであの車で送ってもらったんですよ、うん、で、帰り道に急になんか、そのゴルフのなんかその店見つけて、はいはいはい、うん、ああそういえばなんか明日ウェア欲しいんだったみたいなこと言われて、うん、俺一式買いましたからね、だってお母さんの悪口始まってるから、ね、多分それそういえばじゃなくて最初から工程の中に入ったと思うよ、うん、この道を通って送っていこう今日はやっているかな多分悪口大会始まっちゃってるから。いやでもなんかダメですよ、あの嬉しいですけどね、そのなんか頼ってくれるのがね。いやでもなんかそんぐらいなんか迷惑かけてきてるんで僕ら本当に。確かに確かに、なんか他のなんか家族の何倍も大変な思いしてるんで、まだなんかチャラになってないぐらい全然。そうね、うん、特にお兄ちゃんね。そう、特にお兄ちゃんはね、だから俺結構でもね、あれしてますよ、恩返ししてますよマジで。まだ足りてないと思う、でもまだ、うん、動画とかにはしてないけどね動画とかにはしてないけど結構してますよ。してるよね、結構陰でやってますよ。だからまあお母さんもこの動画があれなんじゃないの、親孝行なんじゃないの、うん、確かに、うん、これは多分1人で100回ぐらい見てたもん。いや多分おじいちゃんおばあちゃんが多分1000回ぐらい再生するもん。そう、一日中流してみてもそう愛されてますね。そうですね、はい、ということでね、まあ、結構いい動画になったんじゃないかな、うん、楽しかったですけどね、はい、こちらは、ね、なんか旅行とか行きたいですけど、なんかあ行きたい、ね、メンバー同士で、メンバー同士でさ、みんなで、確かに枕投げ大会とかしたい。あ、いいね、いいね。え、なんかあれやってなかった、スノボー。スノボやってた。スノボいいな、俺やりたい。やったことある。北海道行く、北海道でね、みんなで。北海道マジあるよ、北海道スノボ込みで行く。ありあり、行きたいな、なんかどっか。ただみんなで最後大宴会みたいな。いや、絶対楽しいですよ。3月ぐらいに、うん、まあ、試合の絡みを見てね、そこは、まあ、今手を使わなくてできるスポーツってのはスノボですからね。そう、はい、まあ、じゃあそんな感じでね、今日は20年ぶりに弟と入浴してみた、風呂入ってみた、風呂入って語ってみたかな、はい、っていう動画でしたけど、うん、そのタイトル言うのハマってるの、ハマってる、ハマってる。まあ全てはこちら HLB ヘルシーライフビューティーさんの案件ということで、まあ皆さんこちら本当にいい商品なんで概要欄から一度購入して試してみてください。はい、じゃあ今日はこんな感じで終わりです。ありがとうございました。